シネマテーク、あということでやってまいりました。どうも、映画コメンテーター有村昆です。いや皆さん、シネマティックしてますか、ね、ということでね、なんかすごいね、あのいつもはですね、大体あの狭い部屋でね、おじさんたちだけがあの密室した中で、大体映画解説やってるって感じなんですが、今日は皆さん見てください、外です。というのもコラボ企画ということで外にやってきたんですが、まあ、僕やっぱ乗り物映画好きなんですね。ということでちょっと YouTuber のですね、先輩をお招きしたいなと思っております。それではお願いします。お、シネマティークシネマティーク、いやいや、バンディさん、どうもよろしくお願いします。お願いします。いや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 、どうなんですかバンディさん、こういったコラボっていうのはよくやられるんですか。いや僕全然しないすいませんね、急に受けていただいてありがたい限りです。有村さんなんで、ね、受けさせていただきます。ありがとうございます。さあ、ということでもう皆さんね、ご存知だと思いますが、まあ、バンディさんはですね、もうあのキャンピングカーを自作してしまったという。はい、これですね。すごくないですか、はい、何ヶ月ぐらいかけたんですか。土日を毎回費やして、てか週に2回費やして3ヶ月ぐらいですね。はあ、でももう1日で作業ですもんね、あれ。丸1日、はい。動画見てると。そうですね。そうなんです。なのでぜひ皆さんね、バンディさんのチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひお願いします。あの、いきなり3000人の俺が言うのもなんですけど。いや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 。20万人超えてますからね。だって川中島の戦いで武田軍と上杉軍でもう1万と2万ぐらいですよ、あれ。3000と20万戦わそうとしないんですよ、完全に俺負けますけども。ということでですね、やっぱりね、僕はまあ映画、そしてあのバンディさんも最近 DIY。そうですね、DIY。そして奥様も、はい、チャンネルの中で登場しますね。そうですね、はい、ね、家族っていうか夫婦チャンネルみたいなのを目指して、すごいですねそんな感じです。これはじゃあいわゆるその作った自作のキャンピングカー、はい、そうです。はあ、まあ車は本田さんが作りましたよこっちの軽トラの方ですね、はい、ここですよ ね、 ですね、はい、ちょっと見てみましょうか。これね、これも色も塗ってましたね。これね、塗りました。はあ、これ一応あの断熱塗料っていうか、まあ、断熱パウダーをまぶした塗装になってます。すごいな、これで、まあ、大体だから3ヶ月かかって、うん、総制作費、まあ映画的な感じですけどそうですね、総制作費はいくらなんですか。総制作費が、車も僕これのために買ってるんで、うわ、多分100近く出てるかな。でも100万で自分の城が持てるって結構夢ありますよね。そうですね、ここに寝泊まりができるんで、ね、もし僕が全然稼ぎなくなってもなんとか家あるみたいなえ、どっからこれ上がるんですか。これ、これは逆側なんですよね、はい、これ窓、あの一応あのルームミラーから後ろ見えるようにっていうので、こっちと向こう開けたっていう。これも雨とか降っても大丈夫なんですか。大丈夫、ちゃんとあのコーキングしてあるんで。はあ、すごいな。ただはめ殺しなんで開いたりはしないですね。ああ、っていうことですね、はい、さあ、ここが来ました、はい、入り口になってますね。ほう、そうかそうか、これ本当に軽トラにそのままつけてから結構よっこらしょなんですね、これ。よっこらしょなんで、一応あのさすが、はい、うん、なるほどなるほど、登りやすいようにはしてます。はいはいはい。で、あとまあこれ、ここが入り口なんですけど、はい、だったら開くんです。おお、すごいこれは感動ですね。ここ扉じゃないですか。おお、これ閉められたら俺出れなくなるんですよ、実は。はあ、そうか、これでこうやってこうやって、はい、なんでいたずら心働く視聴者がいたら僕は死にますこれを壊して出てくるしかなくなるんですそれからそこの窓窓割るしかない、窓も割るしかない、割るしかない、まあ、そういうところもあったりとか、なんか、いやでもね、すごいよ、よく作りました。これだって全部手作りですよ、はい、いやー、じゃあちょっといいですか。はい、失礼します、はい、はフローリングじゃないですかいや、これはこれマンションのね、検索するのでフローリングっつってチェック入れると人気がねあのシート引いてますね。じゃあちょっと失礼させていただいて、よいしょ。おお、意外と広いですよね。よく、いや、これ動画で見たやつと一緒ですけど、実際入ってみると広いっすね。はい、そこの電源ボタン押してもらっていいですか。これ。はい。おお、あ、すごい。なんかパリピみたいじゃないですか。なんかね。LED つけたらパリピみたいになっちゃって。フィリピンのキャバクラみたいになっちゃって。ね、いい感じですね。ああ、いい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 。ちょっとバンディさん、いろいろ。はい、ちょっとこだわりのポイント、せっかくなんでちょっと教えてもらっていいですか。いや、そうですね、ない、いや、この中で映画見たい。そこまで実はこだわりなくて、はいはいはい、なんかこれとかも、まあ、Amazon で買ってた、売ってたあの台なんですよ。これを
あの変形してベッドにしたり。え、これベッドになるんですか？ベッドになります。あの足伸ばして寝れるようにっていうので、ここまでしか煽りないじゃないですか、うん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 、荷台が、うんうん、ここまで伸ばしてるんですよ。これ足伸ばせないんで、これこんなガタンってならないんですか？ならないです。はあ。で、一応これは積載物なので、うん、あの全長の 10% まで出しちゃっていいという。はあ。じゃあこの分があるから足が伸ばせるっていう。そうなんですよ。ないと、もうあの内壁分で足りなくなっちゃう。へえー。そういう感じで。あれ、これひょっとしてあれじゃないですか、僕の好きな、はい、これこうやって、あ、もうやらしいやつだ、これもうやちょっと待って、ピンクはピンク、あ、やらしいですね。好きなんですね。いいですね。あとなんか、これあれじゃないですか、はい、ブラインド、ブラインドで、はい、これもだから重いとあれだからって言って、鉄製じゃなくて紙製のシェードみたいなのを使って。あー、素敵、はい、あ、これいいっすね。へえ。これもあのオーダーメイドで。オーダーメイド、はい。これとかもほら、換気扇ないとあの空気がこもっちゃうから。そう、これも PC 用のファンですね。これ雨漏りもしないですか？しないです、しないです。これでちなみに上開きます。どうやって開けるんですか？こういう風に開けましょうか。すごいな。思った以上に本格的ですよ、これ。あー、これあのゴーンさんが隠れてた楽器ケースみたいですね、これね。これ楽器ケースの、ほら、この感じがさあ。なるほど。よいしょ。素晴らしい、素晴らしい、はい。あ、これ開けたままやりましょうよ、ちょっと。そうですね、気持ちいいですね。気持ちいいね、なんかね、明るいし。はあ、素敵です、素敵です。これここだとこうなっちゃうじゃないですか、はいはい、こうすると立てるんです、ね、立てる。もこのいろいろ経験とかっていうのを見てきた中で、やっぱ直立できるってでかい。ちょっと僕が立ってみていいですか、はい、これ。あ、もう全然余裕ですよ、ほら。ちょっと当たってますけど。ほら、ねえ。こういうところでここ開けたの初めてなんで。あ、いや、すごい気持ちいい。いいですね。なんだろうな、なんか室内バーベキューなんだけど、ちょっと外にいる感じっていうか。そうそうそう、まあ、雨にも濡れないし。本当はなんかテント生地みたいなの貼って。次それじゃないですか。雨入ってこないようにはしたいなと思ったんですけど。これはもう完全室内照明。そうですね。ここはなんか、ここもちょっとこだわった方がいいかとりあえずつけ、ちょっとさすがにこれが思ってより暗かったんで、あ、とりあえずつけてるんですね。これちょっと、もうちょっとね。そうですね、そうですね。ね、言うときは言いますけれどもね、はい、いやー、ということでね、はい、このバンディさんの自作したキャンピングカー拝見させていただきましたが、はい、いや、僕、あの、はい、コラボでこの車でこう人のところ行ってスタジオみたいに使ってもらうのすごい夢だったんです。お、マジっすか、はい、じゃあこうしましょうよ、うん、今回これで一回、まあ、前編終わりにして、はい、でいよいよこの後後編なんですけど、はい、やっぱり、映画×キャンピングカー、うん、はい、でこのキャンピングカーの中でぜひとも見たい映画、僕3本おすすめします、うん、あ、 ありがとうございます。で絶対に外さない車と一緒に旅に出たくなるね、ちょっと3本あるんですよ、はい、ちっちゃいミニプロジェクター買いません？あ、そうですね。で、うん、ここに投影してもいいんですよ。だから夜中キャンプファイヤーかなんかやりながらここにやってもいいし、なんか僕できるような気がして。それはありますね。シアター環境を整える。ああ、そしたらまたどっか行きたくなるかもしれないですね。わかりました、はい、そういうね、ちょっとね、旅に車で出かけたくなる映画3本をですね、次回がっつりとご紹介します、はい、お楽しみに。それでは次回もみんなでシネマティック。いやいや、違う、何すかこれ。どうなんかプロレスラーなんですかこれ。